木工が、東海高校の公園で、平気で今からチンコ出しますかとか言って、行ったり、創価の話をしたりして、実行委員の友達が自分たちが木工さんを注意しないと、めちゃくちゃにされる。東海高校の名に泥を塗るってマジで焦ったらしい <laughs> な,なんか最近あいつの気候やばくないあいつの気候やばくない 加藤さん宝塚金で200万負けました僕はどうしたらいいんでしょうか僕も500万負けたから2人でが、あの、いい、いい考えがある。あのね、500万負けたんじゃない貯金してるんだ、俺たちは。で、何が起きたお前200万負けたらお前の思考回路、俺が全部辿ってやろうかえっと、200万、えっと、ひ月、えっと、お小遣いが3万円だから、60ヶ月、約5年間遊びを我慢すれば、今回の200万はタダだと思ってんだろ俺も同じ。 同じこと思ってた。俺大体いい月のお小遣いが自分のお小遣いが100万円なのね。だから俺5ヶ月間飲みに行かなければいいんだ。そしたら今日は実質負けてないんだ。俺はしかになんなら負けてもいないし、生活が正されて、なんなら人間として成長したんだって思ったんだろう。わかるよ。同じこと考えてるから、俺も。飲みに誘うんじゃねえぞ。嫁に言われた。500万円負けちゃったって言ったら、また稼ぎなよって言われた。 簡単に言うなと思った。そんな簡単に、そんな簡単なんだ。中尾さん200万負けました。僕どうしたらいいんだから、いいし。もう、うるせえ話しかけんな、俺に。馬の話すんじゃねえ、イライラすっから。綺麗なんだよ、俺。乗り物の中で馬が一番。